海南部の新羅神社に来ています。ここはですね、南部三木公が、まあ、その祖先である新羅三郎源義満公の、まあ、一応お墓、まあ、霊廟としてですね、こちらに守護神ということで建てたということなんですけども、まあ、こちらにちょっと簡単にね書いてありますけど、まあ、新羅神社っていうのはね全国にありますけど、まあ、その開元寺の祖であります新羅三郎源義満公、非常に有名な方ですのでね、具体的に言うと義満公のお墓がここにあるわけじゃないんですけど、義満公のお墓は結構いろんなところにあるんですけど、供養塔が多くてですね、高所もですね、北斗市の方にもあるんですけど、ほとんどですね供養塔ですね。正式なお墓というかご本人のお墓はですね、まあ、供養塔も供養塔墓所もお墓はお墓なんですけど、近江の国ですね、あちらの方に三井寺の方のにあったと思います。ちょっと私そこは行ったことないんで、また機会があれば行きたいと思います。すごい子たちがですね、いかにもっていう感じですよね。まあ、ここは鎌倉時代の初期ですから、かなり作りとしては立派です。というか古いですよね。まあ、中はちょっと見ることができませんね。お祭りの時なんかは開けてるみたいですけど、まあ、ちょっとここから写真撮影させていただきます。ちょっと近すぎると階段が急なんで、全体像がね分かりにくいんで、まあ、ちょっと小高い山の上にあると、ちょっと城郭ではないんですけど、町を見下ろすような場所にありますね。はい、海南部、南部市の祖源義満、新羅神社でした。